はい、どうもアコギ大好きミスターバターのアコギチャンネルです。今回もね、またよろしくお願いします。今回もね、ブルースをやるんだったらボトルネックを使ってみろというね、激しめのテーマで今回はね、行ってみたいと思います。今回もね、またものすごくね、かっこよくて渋いやつをね、やっていきたいと思います。まずはね、やってみますね。こんな感じ。これもね、また渋くてかっこいいんですけど、これもね、エリック・クラプトンのね、アンプラグドライブの中に入っている、ローリング・アン・タンブリンっていうね、楽曲なんですよね。これがまたね、いろんな方がカバーされてて、まあ、ロックの人なんかもね、これをジャンジャンエレキでやったりなんかして、結構かっこいいんですよね。そしてね、また簡単だし、今日はね、渋くてかっこいい、そして簡単なね、これをシェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルではね、アコースティックギターの初心者の方に向けてね、アコースティックギターのね、テクニックやフレーズね、メンテナンスとか、いろんなものをね、じゃんじゃん配信しています。ぜひね、このチャンネルであなたとの出会いがね、アコースティックギターの上達にね、少しでもね、貢献できればと思っております。よかったらね、最後まで楽しんでください。それではね、解説の方やっていきますね。三弦と四弦をそのまま、三弦四弦、四弦を三弦開放、これの繰り返し。5フレ。三弦の変わったこれだけなんですよね。
4フレ、はい、予言、3弦解放、3弦解放。これの繰り返し。5弦の3から、いかがでしたでしょうか。これはね、すぐにできると思うんですよね。よかったらね、トライしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。ミスターバターでした。パーン。